急いで。拠点はここに頼む。はい、し、はい、片付ける。総員、心臓を捧げよ。これが最後の任務だ。了解です。突っ込め。ここは拠点です。はい、救援要請の演壇だ。退社しろ。お主か、助かったぞ。前線を退いたとはいえ腕は落ちておらんな。いえ、調査兵団にいた頃とは比べ物になりません。拠点を立てろ。片付ける。任せた。問題だ。誰か救援に来てくれんか。俺の敵じゃない。はい、やる。すまんな、ピクシス。無理をさせてしまった。タックレ、死に急ぐでない。お主、まだやりたいことがあるんじゃろ。救援要請だ。無視はできねえな。その先にはいつも巨人の屍しか残らんな。俺の敵じゃない。片付ける。助かりましたが、無茶はお控えください。ピクス、
戦場ではもう少し勇気を出しても罰は当たらんぞ。あの信玄団は救援に要請だな。片付ける。任せた。よかろう。その調子で励め。わけにはいくまい。邪魔だ。向かえ。もたもたするな。状況はどうだ。ああ、まだ生きている。今来た。行こう。片付け。俺の敵じゃない。急いで。わかった。こりゃ手心を加える余裕はなさそうじゃ。
断だ。その調子で励め。拠点を立てろ。手出すなよ。問題ない。強そうだな。あの巨人は神兵の手に余る。やるか。こりゃ手心を加える余裕はなさそうじゃ。任せた。ああ、承知した。これで終わりじゃねえ。俺たちの本当の戦いはここからだ。何を作りたいんだ？また来てくれよな。
俺チェックメイトじゃ。手加減できなくてすまんの。わしは負けるのが嫌いな性分でな。その心意気はよしじゃ。早速始めようぞ。まあ人間こんな話を知っておるか。かつて人類は種族や、その時誰かが言ったそうな。もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争い事をやめるだろうと。巨人が現れて人間と、わしも他人のこと。このままではいずれわしも。そうじゃ、調査兵のお主なら壁外に出る機会も多かろう。まあ本当に。ん、お主その一手でチェックメイトじゃな。私には許さねえぞ。どの任務を引き受け。これが俺たちの選択だ。私も手を貸そう。ここは拠点とする。あの信玄団は救援要請だな。君に助けられたようだ。礼を言おう。出過ぎた真似でなかったら良いのですか。俺の敵じゃない。拠点を立てろ。急いで手がする。いいだろう。面白いやつがしやがった。行く。
ったぞ。前線を退いたとはいえ腕は落ちておらんな。いえ、調査兵団にいた頃とは比べ物になりません。急いで。苦戦しておるようじゃの。面白い出しやがって。